はい、皆さん、えー、こんにちは。今回はピンクを着ております。えー、なんでピンクを着てるかというとですね、やっぱりあの天皇ご一家のお話なんですけども、いやね、今回ちょっとね、この話をするのはね、やっぱりなんでね、これだけ違うのかなみたいなね、そんなような気をするんですよね。何と違うかっていうと、ある宮家とね、天皇ご一家、なんでこんなに違うんでしょうかみたいな話です。まあ天皇ご一家の話ではあるんですけども、これ読んでいくとね、 ある記事が出ていてこれを読んでいくとですね、本当にね、なんかこの天皇ご一家のね方々まあ天皇皇后両陛下そして敏宮愛子内親王殿下のね、このえ国民と共にえ歩んでいくといったようなこのまあお心持ちですねそういったようなことをね、ね、ちょっとね身に染みて感じますし本当ありがたいなというふうに思う反面みたいな感じなんですね。 まあそういったようにちょっと記事が上がっておりました。ちょっと紹介させてもらいます。えっ、ー、とですね、これ昨日出た女性,あ女性自身ですね。女性自身にちょっと出ていた内容なんですけども、この内容自体はね、これ多分ね、ちょっとね、ウェブ,ウェブ上でもね、まあ、ちらっと出ていましたので、皆さんもお読みになった方いらっしゃると思いますけども、ただね、私はどうしてもこの話はしたいなと思ってね、えー、それで上げさせてもらったような次第です。えー、内容的にはこんな感じ。 はい、えー。でですね、今ちょっとね、えー、ご覧になっていただいている通り、まあちょっとね、あのサムネイルにも書いておきましたけど、まあ天皇ご一家に関して、まあ静中止、そしてティアラもね、ご辞退というようなことで、まああのサムネイルにはね、皇后雅子様まのお写真をちょっと貼らせていただきましたけども、ただね、まああの、雅子様のお話もあるんですけども、まあ全体的に言うと、まあ天皇ご一家のね、えー、本当に何て言うんですか、 国民と豊臣共に歩むじゃありませんけども寄り添っていただいてるなというようなことが本当わかるなみたいなねそういった文面が並んでおりましたはい、えー、でですねちょっと一つずつねお話をしていきますけどもえっ、ー、とねまずね、えー、今年の夏のご静養に関してまあね入り病もだいぶ収束しましたので、えー、例えばね那須ご予定のお話もしくは鈴木御用邸のお話 当然出てきてしっかりなんですけども確かにね話としては出ていたようですただねちょっと一番上に書いてある通り8月上旬に須崎御用邸でのご静養検討されていましたと、えー、ところがですね先月後半に両陛下は静養を急遽取りやめるやめることにされたということでまあ内容的にはねここに書いてある通りですまあこの営の長関係者がねこういうふうに言ってるっていう話なんですけどまあそうなんでしょうねっていう感じですよね まあ当然予定されていたので、えー、その周りの職員の方たち、経営の人、ね、の方たちも、えー、当然それに向けていろいろね、えー、お取り組みをされていたと思うんですけども、まああの、陛下の方ね、両陛下の方から、えー、そういったような話が出たということで、ん、あのね、後から話すティアラの話じゃありませんけども、同じだよね。結局ですね、えー、国民が生活に苦しんでいるというようなことにも関わらず夏休みを取るわけにいかない。 といいったたお心持ちみたいなんですよなんかね、あの、私の、私の気持ちから言えばですね、今までずっとね、えー、この流行病で、なかなかね、外出することも、えー、叶わなかったということがあるので、ご静養、よろしいんじゃないかなっていう気はするんですけども、でも、今言ったような理由で、えー、もう、お辞めになったということらしいですね。まあ、あとはね、ナスに関してもですね、えー、実際にこれ、ご検討されているような段階らしいんですけども、 えー、もしかしたらこれもね、えー、中止されるかもしれない、まあ、両陛下はね、状況を見極めたいとお考えになっているようなんですね。まあ、なのでね、えー、ちょっとね、神々しいですね、雅、えー、子さまのお写真でもちょっとぺたっと貼らせていただきましたけども、いやね、私なんか本当ね、さっきも言いましたけど、個人的にはね、あのご静養よろしいんじゃないかなという気はするんですけどね。うん まあでもね、本当に、まあ、ある意味すごくありがたいような話です。で、ちょっとね、次のページいきますけどね。はい、えー、で今度はね、愛子様のお話。まあ、このお話に関してはね、私もね、昨日かな、えー、愛子様のティアラ作ってほしいなーっていうようなね、いうことでお話もさせてもらいましたけども、あのー、まあ、写真でね、今度は愛子さのね、ティアラを着用されている写真をちょっとね、貼らせていただきましたが、 まあね、これもね、皆さんもよくご存知の通り、これも最初に両陛下がお決めになって、愛子様もっていうことらしいんですけども、ね、物価高が国民生活を圧迫している状況が続いていますと、まあそれは確かなんですけどね、故にこの、まあティアラね、2000万、3000万、もしくはそれ以上の金額がね、根を張るようなティアラ、要は高額なね、宝飾品を新調されるということに関して、両陛下と で、えー、まあ、慎重することをね、まあ、ほんとこれ3回目ですよね。再々辞退、ご辞退されたといったようなこと。まあ、これはもう皆さんよくご存知の通りですよね。本当はね、この右下の写真のごとくですね。まあ、これはあの、えー、ご成人された時のさやさんにね、えー、お借りしたような、その写真をね、あの貼ってあるだけなんですけども、いやー、こういったようなね、ご自身の、ね、唯一の皇女の愛子さまの、 このティアラ。いやなぜ愛子さまがだけがないのか、よくわかりませんがね。うーん、っていう感じだよね。まあ本当にこのね、ご自体の理由が、今ここに書いてあるような内容であれば本当にありがたいんですけどね。うん、なんかいろいろ噂が出ておりますけど、まあちょっとあんまりね、この辺はあんまり話をしたくないんで、これ以上私は今回のね、動画では話はしませんけども、いずれにしてもね、慎重される時が、なんかね、話によると、あのー、 今はね、まだ学生というようなことがあるので、学業が、まあ、収められるとき、すなわち例えば来年の3月ね、えー、学習院大学を卒ご卒業と同時にですね、じゃあ来年度の,、えー、その予算としてね、概算要求の中に入れ込むのかみたいな話もありますけどもね、いや、ぜひそうなってもらえればなっていう感じですね。で、あとはね、この下の話はね、結構ね、これ皆さんもご存知かもしれません。私でさえ知って、まあ私も知っておりましたのでね、 あのー、そのそお部屋のね、えー、温度設定、これ毎年、確か夏ぐらいになると、えー、結構ね毎年のように言われております。えー、その御所においてはですね温度設定をね28度、すなわちね政府が推奨するような28度に設定をされている、すなわちそういったような倹約精神というかね、えー、そういったようなことらしいですよね。でなおかつねこの温度だけじゃなくて実際の照明ですね照明,に照明等においてもですね 実際あの今などの,その光の量を制限してで生活をされているというようなことこれはねよく言われますね特に毎年このエアコンがね非常に使われるような真夏になると結構この話は言われておりますまあそういったようなご契約のね精神をお持ちの天皇ご一家っていう話ですけどねまあ,あとはねちょっとね下の方に雅子さまっていうことで話をしておりますけどもまあ雅子さまこの記事にもねいろいろ書いてありますが まあ、皇后雅子様というとね、まあ、例えばですけども、お召し物に関しても、えー、着回しをされるだとかね、えー、まあ、そういったようなことで、非常にですね、えー、なんていうんですか、えー、ものを大事にされる、そういったような、まあ、ある意味、その、倹約精神ですよね。まあ、そういったようなことが非常に、えー、よくお話をされるような、えー、まあ、雅子様でありますよね、っていった、こういったような、まあ、姿勢ですね。今回のティアラの件もそうですけども、 まあその倹約の姿勢といったようなこと倹約の精神を持って国民に寄り添うという,寄り添う,というですねそういったような、えー、まあお心持ちが愛子さまにも引き継がれているといったようなことですよね。本当その通りだと思います、はい、えー、でますはで下に書いてありますけど天皇陛下とね、まあ、皇后雅子さはって話ですけどまあ皆さんですよね天皇皇后両陛下とそして敏宮愛子内親王殿下手を取り合わされ 国民と共に歩むという決意をさらに固められる夏を過ごされているということではい、えー、といったような記事の内容でしたこのね記事の内容さっきも言いましたように確かね昨日ウェブ版でもちょっと出ていたんですね、えー、なので皆さんもちょっとねご覧になったとかなという気がいたしますけどもただね どうしてもやっぱり話したいと思ったんですね。ウェブ版で、まあみな、ウェブ版で出ていると、皆さんやっぱりね、かなりの方がご覧になるんで、まあ、私もそれで二重でね、話をしちゃうんでっていうことは、ね、ちょっとね、最近思ってるんですけども、ただね、この話はね、どうしても言いたかったな、みたいなね、感じなんですよね。まあ、普段ね、この女性自身に関してはいろいろね、本当かよ、みたいなね、特にあの、ニューヨークのトンズラムドサイルの話が出たりすると、この話本当かよ、みたいなことで、 えー、ちょっと女性自身も叩かれたりしておりましたけどもね、えー、ただねこの記事に関してはねうんあのそうですよ、ね、やっぱり天皇ご一家さっきのね28度の温度設定だとかさ、えー、そ雅子さまのお召し物もね えー、回しされていいるるだとかねあるいはチアラの話もそうやっぱり全てなんかねこういったようなことを一つ一つこうやってね組み上げていくと拾っていくとですね本当にその倹約精神のもとに生活をされているんだなというようなことがよくわかりますよね。故に天皇ご一家からは変な話が出てこないわけですよ。出ようがないんですよ。といったようなことなんですよね。まあ堅い話ありませんけどこ今日今回はねあのこの三宅の話勇気はないんですけども。 ただやっぱりこういったような話が出てくるとですね、どうしてもやっぱり比較しちゃうんだよね。四十数億円かけるだとかさ、ね、はい、えー、何、イタリア産の、えー、なんだ、大理石だとかね、あとはね、金箔をいっぱいつけろだとかね、ね、十億一人占めみたいなね、二億のすっぴん禁止渡り廊下とかね、もうなんかね、そんな話してるだけでね、それで、えー、学業に関しては、はい、低型校進学制度みたいなね、 えそんななことばっかかじゃないですかねさっき言ったような天皇ご一家のこの倹約精神と全然で全く180度違うような話ばっかし出てくるあの宮家なわけだよね。全然違うよねって感じですよね。ほんとにこういったような天皇ご一家のこの倹約精神というかねそういったような話が出てくるとあなんでこんなに違うのかなみたいなね、えー、ことをえ考えちゃいますよね。 というようよなことだとだ思います、はい、いますはずれにしても今回の話はねあくまでもやっぱりねあ本当に、えー、天皇ご一家あの天皇皇后両陛下そして愛子さが国民にね寄り添っていただいている故に国民もねそういったようなところから力をもらえるみたいなねそんな形だと思いますということで、えー、ちょっとね記事の紹介させてもらいましたまあこういったようなこれちょっとねこの記事に関しては、まあ、ですね、えー、火曜日や水曜日か水曜日の朝のね 目覚まし動画で配信しようと思っておりますので、まあ、あの、目覚めの一本じゃありませんけどもね、あの、なんていうんですか、せっかく朝早く、えー、まあ皆さんももしね、この動画をご覧になってくださるんだったら、やっぱり朝こういうね、ちょっと気持ちのいい動画をちょっとご覧になっていただいて、で、本日も頑張ろうみたいなね、えー、そんな感じで、えー、なお気持ちをね、持ってもらえれば嬉しいな、みたいな感じです。はい、今回もね、ありがとうございました。じゃあ、バイバイ。